4月みーちゃんと私が1年生になったんですけど、あれどうやって書くのかなとかわからないなっていう感じも、あ、こうやって読むんだってわかるようになったし、あの飛び箱、あの幼稚園の時に飛び箱が一度も飛べなくて、でも小学1年生になって、で最初3段チャレンジしたんですけどできなかった、それで2段挑戦したら2段飛べているようになってたので嬉しかったです。飛び箱が飛べるようになったと。はい、ね、漢字もいっぱい覚えましたと。はい、あの一応3段よりもできるようになったかなって思ったんですけど、3段は一応できませんでした。2段まで2段まで3段目に今挑戦中ということですね。はい、はい、うん、頑張れ頑張れ頑張って、はい、頑張って、はい、頑張ります。同じ学年の伊沢美晴さんは何段飛べるんですか？わかりません。まだ飛んだことがない。まだやってない。そういう授業がない。まだ危ないから。危ないから。私はお芝居です。だって実さんや先生やいろんな人に教えてもらって、アーニャの気持ちを頭で考えられるようになって、でこうやってみんなの前でお話しするのがちょっと慣れました。あの私は来年いろいろないい人にも会いたいし、来年もっと私このアーニャの時が一番嬉しかったので、あのもっとアーニャの人に会えるように努力して頑張ります。はい、ありがとうございます。アーニャの人ってどういう意味ですか？アーニャの人なんか違う、なんかロイトさんとかユルさんとか、もう有名人、有名人だろ、もう有名人だろ、もう大物だ、もう一年に一度しか会えない人だから。確かにね。でもまた自らやったら会えるといいですよね。確かに。願いましょう。おばあちゃんお元気ですか？おじいちゃんおばあちゃんお元気ですか？お久しぶりです。お久しぶりです。未来の皆さんもやっと、またいつ会えるかな。はい、ムービーさんのフォトセッションいかがでしょうか？